タイ人の英語がさっぱりわかりません。どうしたら聞き取れますか？タイの発音の特徴、一つ目は厚い銀のくじの形を準備するだけで発音はしません。スターバックスはスターバ、アルファベットの V は W のように発音します。セブンイレブンはセウェン、イレウェン、 ER はウという音になります。コンピューターはコンピューター、 TH は TD という発音になります。これ前回先生が教えてくれたサンキューじゃなくてテンキューですよね。まるまる ON はアンになります。じゃあインフォメーションはインフォメーチャンになるんですか？その通り。6つ目、まるまる LE、 タイ人はウと発音します。グーグルはグーグンです。グーグン、うん、もはやさっぱりわかりません。こんにちは。みなさんこんにちは。KS チャンネルのパンです。KS チャンネルのユミコです。タイ人の英語がさっぱりわかりません。どうしたら聞き取れますか？という質問が入ってきました。わかります。前回のサンキューもタイ人の発音ではテンキューでしたもんね。そうかそうか。それでは本日タイ人が発音する英語の特徴について勉強しましょう。では、ゆめこさん、早速質問です。タイ人の発音でゲーム、わかりますか？それは簡単です。ゲームですね、先生。ピンポーン！タイの発音の特徴、一つ目は、待つシーンの口の形を準備するだけで発音はしません。例えば、スターバックスは、待つシーンのクスのところは発音しないで、スターバ、スターバ、という発音になります。ゲームはムの口を準備するだけでムは発音しません。ゲーム、ゲームです。僕の音に発音してみましょう。スターバ、スターバ、ゲーム、ゲーム。次、二つ目の特徴はアルファベットの V は W のように発音します。例えば、セブンイレブンはセウェン、イレウェン、セウェン、イレウェン。 W のところの成長が変わるんですか？外来語に関してははっきり決まってないんですが、 90% の外来語の語尾はこの成長かな。まあ、地方によっても少し違うけどね。では、バイオリンの発音はどうなるかわかりますか、ゆこさん？ V は W のような発音だからバイオリンはバイオリンですかね。まあそれでもいいんですけれどもね。でもタイ人っぽく言うならバイオリンです。そうなんですか。ですバイオリンは成長が平成なんですね。 10% の例外ですか、はい、じゃあさっきのゲームも例外ですね。その通り。僕の音に発音してみましょう。セウェン、イレウェン、セウェン、イレウェン、ワイオリン、ワイオリン。3つ目は ER はウという音音になります。この発音に一番近いカタカナはウですが、ゲップのように発音になります。これですか？それです。例えばコンピューターはコンピューター、コンピューターになります。スーパーはスーパー、スーパーです。僕の音に発音してみましょう。コンピューター、コンピューター、スーパー、スーパー。四つ目の特徴 TH は TD という発音になります。これ前回先生が教えてくれたサンキューじゃなくてそうです。覚えてくれてありがとう。ザモールは The More、 The More です。へえ、知らなかった。僕の音に発音してみましょう。Thank you、 Thank you、 The More、 The More。 5つ目の特徴、日本人が On
と発音する〇〇 ON はアンになります。どういうことですか？例えばヒルトンはヒュータン、ヒュータンです。これすごい謎だったんですよ。なんでタンになるんだろうって。待って待って、じゃあインフォメーションはインフォメーチャンになるんですか？その通り。僕の音に発音してみましょう。ヒュータン、ヒュータン、インフォメーション、インフォメーチャン。6つ目、まるまる LE。日本人はウルと発音しますが、タイ人はウンと発音します。例えばアップルはアップン、アップンです。アップン、よく聞きますね。じゃあ先生、グーグルは？グーグルはグーグン、グーグンです。グーグン、もはやさっぱりわかりません。僕の音に発音してみましょう。アップン、アップン、グーグン、グーグン。今回タイ人が発音する英語の特徴について勉強しました。いかがでしたか、ゆみこさん？とっても勉強になりました。きちんとルールに沿って発音してたんですね。これからはちゃんと聞き取れそうです。よし、最後に問題がありますよ。何何、やってみたい。これから日本人の皆さんがよく知っているファーストフード店の名称をタイ人の発音で言います。さて、何の店でしょう？1、マクドナルド。2、モスバーガー。3、ミスタードーナツ。4、マクワールド。5、バーガーキング。わかるかな？なんとなくわかった気がします。回答はこの動画の後にありますので、ぜひ見てくださいね。タイ語、タイに関する質問があれば、お気軽にコメントをしてください。動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。本日勉強した言葉と表現は動画の後にまとめますので、ぜひ見てくださいね。それではプー体験、バイバイ。問題の回答です。1、マクドナルドはマクドナルド。2、モスバーガーはモスバーガー。3、ミスタードーナツはミスタードーナツ。4、マクワールはマックスバリュー。5、バーガーキングはバーガーキング。何個できたかな？